大森林時代と魚類、両生類の進化。オルドビスキーに上陸進出した植物はシダ植物へと進化し、次のシルル紀約4億4400万から約4億1900万年前からデボン紀約4億1900万から約3億5900万年前にかけて繁栄しました。デボン紀後期には最古の樹木とされる全裸子植物のアーケオプテリスが30メートルの高さに達し、河川沿いに生息域を拡大して最古の森林を形成しました。さらにシダ植物の日陰のカズラ類が繁栄し、特に林木は高さ40メートルにもなりました。日陰のカズラ類はデボン紀後期から石炭紀にかけて繁栄し、大森林時代を形成しました。一方、種子を持つ最初期の原始的な裸子植物はシダ種子植物で、デボン紀後期に出現しました。裸子植物はその後ソテツ類、イチョウ類、さらに針葉樹などに多様化して、中生代にはシダ植物に代わって繁栄します。デボン紀の海では魚類も大繁栄しました。現在海洋や陸水域を含めて地球上で最も繁栄している魚類である蒸気類はシルル紀に出現してデボン紀に大発展したのです。蒸気類には現世のほとんどの魚が属しています。一方、生きた化石と称されるハイ魚やシーラカンスなどの肉気類が出現したのもこの頃です。蒸気類と肉気類は大部分が硬い骨からなる魚類で、両者を合わせて甲骨魚類と呼ばれます。これに対してサメなど骨格がすべて軟骨でできている軟骨魚類もこの頃までに出現していたことが分かっています。デボン紀後期には肉気類からエルギネルペトン、オブルチェビクティス、アカントステガ、イクチオステガなど陸上へ進出した動物、原始的な四肢動物が出現しました。これらは最初期の両生類としてその後多様化して繁栄します。両生類は陸上生活に初めて適応した動物ですが、完全に適応したわけではなく、基本的に水中環境を必要とします。両生類の両生とは陸上と水中の両方の環境を必要とする動物という意味です。多くの化石種が知られていますが、現在の両生類は有尾目、山椒魚やイモリの仲間、無尾目、カエルの仲間、無足目、足なしイモリの仲間の3目のみで、絶滅も危惧されています。デボン紀後期のフラニアン期末、約3億7200万年前と、パメニアン期末、約3億5900万年前において2度の大絶滅が生じました。この間、長期にわたって地球環境が大きく変動していたらしいこと、また絶滅は低緯度の浅い海域で顕著であったことが知られています。デボン期末に繁栄したダンクルオステウスなどのバンピ類や無顎類の大部分、三葉虫の大部分を含む海生動物種の 75% が絶滅しました。同時期には海水中の
溶存酸素濃度、水中に溶け込んだ酸素の濃度が低下する海洋無酸素イベントが発生したことが知られており、それが絶滅の重要な原因であった可能性が高いようです。その直後の石炭紀初期には、四肢動物の化石が見つからない空白期間、ローマーの空白の存在が知られており、酸素濃度低下の影響が続いていたのではないかという指摘がありました。しかし最近、この空白期間における進化のミッシングリンクを埋める化石が発見され、両生類と陸上生活にさらに適応した有用膜類が早くも起こっていたらしいことが分かってきました。有用膜類はやがて爬虫類につながる竜球類と哺乳類につながる単球類という2つの大きなグループに分岐することになります。一方、両生類に先行して節足動物、昆虫が陸上に進出しました。最近行われた昆虫の大規模な遺伝子解析研究によると、従来は約4億年前のデボン紀前期とされていた昆虫の起源は、実はオルドビス紀にあたる約4億7900万年前に遡るらしいことが明らかになりました。これは植物の陸上進出と同じ頃です。さらに昆虫は羽を獲得して空を飛ぶことができるようになった最初の動物ですが、それはデボン紀初期の約4億600万年前まで遡ること、原生種の多くの系統が出現したのは石炭紀の約3億4500万年前であることなどが分かりました。補足。植物が繁栄したことで大量の二酸化炭素が吸収され、その多くが大気中に還元されずに石炭化していったため、大気中の二酸化炭素濃度が激減した。これが寒冷化と氷河の発達、ひいては氷河時代の一因とされる。最終的にジュラ紀前期の約2億年前には酸素濃度は 12% まで低下した。哺乳類系爬虫類の一部や哺乳類が獲得していた横隔膜式の呼吸は低酸素下では肝機能の低さが問題となった。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンがお送りいたしました。